国連総会ロシアの人権理事資格停止上海の状況が奇妙 CCTV が軍隊進駐を報道政府側軍事管制は嘘上海官僚中央を嘲笑した結果5人が処分「各位国人大家好今日は4月9日星期六昆迎收藩疫情最前線 a c 頼。我 7日国連総会は人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議案の採決を行い賛成多数で採択しました投票結果は賛成93反対24棄権58でした中国共産党中共はまたしてもロシアに味方して反対票を投じました ウクライナに戦争を仕掛けたロシアを世界中が非難する中、中共はその同盟国のロシアと自由世界の間でバランスを取っていると指摘されています。ロシアのウクライナ侵攻に対する最近3回の国連投票で、中共は最初の2回は棄権し、今回は反対票を投じました。ロシアのウクライナ侵略に関連して、中共はロシアと自由世界の間を行き来しながら、 重要な問題では時折ロシアを支持するという姿勢を保ってきました。最近明らかになったウクライナのブチャにおけるロシア軍の残虐な行為は国際的に厳しく非難されていますが、中共の環球時報などの管制メディアはアメリカの宣伝だと抗言しました。大プロパガンダフェニックステレビの軍事評論家である総中平氏はさらに、 ブチャの街中の死体を生きた死体とまで称しその様子を撮影する車が通りかかった時我々は死体が生きて立ち上がっているのが車のミラーで確認できると述べました新鮮英子の特約評論員の劉和平氏はまたウクライナ側がいくらいわゆる写真や証拠を出してもウクライナ側の主張が国連欧州連合と NATO に認められても おそらくこの問題はずっとそれぞれが自分の言葉を語る羅生門の状態のままだろうと述べましたアメリカ紙ニューヨーク・タイムズが報道し BBC が確認した内容によると3月19日と3月11日にアメリカの宇宙技術企業マクサー社の人工衛星が捉えた画像からロシア軍がキーウ近郊のブチャを去る約2週間前に街中の道路に遺体が横たわっているのが確認できました 中共の関西メディアのコメントに対してラジオフランスアンテルナショナルは6日にブチャでの大虐殺は中国にショックを与えなかったと題する記事を発表しました国連の5つの常任理事国の一つとして長年責任ある大国に思いをはせてきた北京当局が極悪非道な大虐殺をショーだカメラに向かったポーズだとし 堂々とした大国がこのような人間性を喪失した虐殺に見て見ぬふりをしインフルエンサーらはそれを隠そうとしてかえって馬脚を表しており崩れていくのは中国のイメージだと指摘しています時事評論家である維新氏はラジオフリーアジアの取材に対し北京はロシア・ウクライナ戦争に対して常にどちらとも取れる態度をとってきたが ブチャでの残虐行為でそんな態度が破綻したと述べました維新氏は次のように語っています今回の戦争の性質にはすでに変化が起きた北京にとって平和運動は破綻を迎えているこれはまたロシアとウクライナの戦争に対する習近平の曖昧な態度の破綻であり中国をかつてないほど孤立させている 闇の中でロシアを支持する中共の行為について6日アメリカのウェンディ・シャーマン国務副長官は対ロシア制裁は中共がモスクワに物質的支援を行った場合に起こりうる結果を十分に認識させるはずだと述べています,次のニュースです上海では感染拡大が続いており数日前から市中感染者数が過去最多となり 7日には空港や駅に軍人が大規模に進駐しました同時にインターネット上では上海が軍事管制下に置かれるという噂が流れました撮影者はこれは既に4機目だと述べています7日あるウェイボーの有名人がインターネット上に次のメッセージを残しました東部中部線区が飛行機と高速鉄道で上海に向かっている この投稿には上海の本茶を駅の中がほぼすべて制服姿の軍人である写真が多数添えられていました写真からは到着した軍人の中には多くの女性兵も含まれており白地に赤の十字が書かれた腕章を腕につけているのがわかりますまた同日中共の代弁者 CCTV も7日大型輸送機 Y20 が上海の疫病の予防抑制を支援するため 上海の本茶を空港に多数着陸したことを報じましたまた同日上海市民が撮影した映像では高速道路に多くの軍用車両が走っており市内に軍用車両が停車し軍人がホテルに入っていく様子が確認されました実際3日以降東部線区の輸送機 Y20 が何機も上海に到着していました動画を投稿したあるる市民によると 5日にすでに5万人の軍人と武装警察が銃を構えて上海の街道をパトロールしており彼らの任務はさらなる安定の維持みたいだといいます現在上海には大量の軍人と武装警官が進駐しており上海が軍事管制下に置かれるという噂が後を絶ちませんあるネットユーザーは武装警察の伯父から得た情報だとし次の内容を投稿しました 9日以降全ての人員のコミュニティへの出入りが禁止され上海は軍事管理され武装警察がコミュニティで警備に当たることになり通行証を持っていても外出はできず物資は全て政府から配給され住民はネット上で食料を注文することもできない上海の街中に大量の軍人と警察官が現れるという異様な光景が見られていますが 上海市当局はその後武装警察が上海コミュニティを接収管理するというのは嘘であると称しました上海での最新の感染状況を見ると新たな感染者数が6日連続で過去最高を更新しています上海市衛生健康委員会は7日午前上海で6日に確認された新規感染者は322人無症状感染者は1万9660人で一日で計2万人に迫り 今回の累積患者数は10万人を超えたと発表しました中共政府は一貫して感染者数を低く見積もってきたため実際の感染者数はさらに多いと推測されます感染者数が過去最高を更新し続ける中中国大陸のウイルス学者である常永山氏は上海で1日の新規感染者数はまだ高いとは言えず疫病はまだ拡散期にあると述べました また感染症の流行は一般的に侵入期、拡散期、発生、流行期、衰退期、収束期の5段階に分けられると説明しました。上司は上海が発生、流行期に入るのは4月10日から5月10日にかけてと予測し、控えめに見積もっても上海で疫病が衰退期に入るのは5月下旬だと話します。中国版 LINE の WeChat 上では、 上海が完全に封鎖されるのは5月中旬の18日以降だという上海市政府の会議の噂が流れていますがこの情報はまだ確認されていません現在上海は深刻な医療不足に陥っており隔離場所も過密で交差汚染の被災地となっています上司は PCR 検査所がウイルスを拡散する原因になっていると警告しました最後のニュースです 中国共産党中共官営メディアは上海のロックダウンに伴う混乱を受けて各レベルの官僚に東兵寝転がることをせず勇敢に立ち向かうよう異例の呼びかけを行いました近年中国で流行っている東兵主義とは頑張らない競争しない欲張らないといった最低限の消費水準で生活することを指します 専門家によると上海は江沢民派の汎州勢力の巣窟であり疫病が蔓延するこの敏感な時期に上海版は寝転がって中南海を嘲笑っているといいます中共上海市委員会の機関紙解放日報は6日上海の各級指導者幹部へ末端や市民の困難を解決するために勇敢に立ち向かうようにという論評記事を掲載しました この記事は習近平の側近で上海秘書である李強が中央政府を代表して上海の官僚に宛てたメッセージだと指摘されています同日李強は上海で貿易活動会議を開き習近平総書記の重要指示を実行し孫春蘭副総理の要求に従ってこの大きく激しい戦いに勝利する必要性を強調しました 京商上海市長も会議で戦争に必勝する軍令誓約書を提出しました。時事評論家の李林越氏は大紀元に対し、上海の党機関紙は明らかに北京中央政府と上海政界の対立を誘発し、習近平の目には上海政界全体で問題が起こったように映ると指摘しました。 その後上海の党機関紙の一面には「各級指導者はこれ以上伸ばす理由なし」という見出しで中央政府によるロックダウンとゼロコロナ政策に対する上海各級幹部の消極的抵抗と不作為が浮き彫りにされました時事評論家の周暁樹氏は大紀元への寄稿で孫春蘭の上海での戦争監督には限界があり 上海の官僚から免中腐敗に遭う可能性が高いので当局はためらわずに当メディアの記事で対立を公にしたと示しました習氏は上海の官僚が働かない理由は主に4つあると考えています第一に貿易理念の上で上海の官僚は上海のウイルス専門家である張文公氏や欧米諸国のウイルスと共存するという考え方と一致しているからです 第二に上海の官僚は中央政府の強制的なゼロコロナ政策に不満を持っていたからです第三に昔から上海の官僚は北京の官僚を軽蔑しており習近平と上海版の江沢民派が駆け引きを続ける中上海の官僚は東平して中南海を嘲笑っているからです 第4に上海政界は汚職が深刻で末端の役人は市民の死活を気にせずこの機会を借りて金儲けしようとしているからですしかし上海版が投兵をして中央政府に対抗することは習近平も放任しません新華社通信は4月7日上海で疫病の予防と制御に不十分な典型的な2人を処分と題する記事を掲載しました 処分を受けたのは上海空港グループ傘下の本茶を社チ社消防救急保障部門の元党委員会副書記である李水肥氏と広北精神衛生センターの党支部副書記兼委員長の周邦国氏の2名です両者は疫病の予防と制御において否定的な責任転嫁を行い責任を欠いたと指摘しました そしてウィーチャットアカウント連結上海政府は4月8日歩島新区でさらに3人の役人が流行の予防と制御に失敗したとして職を解任されたと投稿しました3人はそれぞれ歩島新区北斎鎮の党委員会書記蔡英京党委員会副書記徐建軍養鶏街道弁事所副主任孔威です アメリカ在住の時事評論家オーガ氏は YouTube の番組で上海の貿易政策の突然の変更は政治闘争や路線をめぐる争いに発展した可能性があると指摘しました少し前に中国の経済社会学者のカッセ氏が寄稿で習近平は江沢民派の巣窟である上海を一掃するチャンスを得たと書いていました また習近平は陰で彼に対抗できる最後の党勢力である江沢民・蘇景光勢力に全力で挑んでいる様々な様子があるといいます歌詞によると江沢民派は現在蘇傾光が中心となって動いているとのことですまた習近平が警戒しなければならないのはこの反習近平勢力の休業であり習近平が上海の不利な疫病を利用して大物を失脚させ 範州分子のよりどころをなくす可能性があると示しました。今日嘅疫情最前线就到呢度，多謝各位收睇。守護真相絕對唔會放棄。我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋。Patron，我係 Zack，下次再同大家見面。畀多啲鼓勵，我哋。